長野日報。長野日報は、株式会社長野日報社が、長野県南新の諏訪地方及び、上稲地方で発行する、地方新聞、日本新聞協会及び、全国郷土市連合加盟者。ブランケット版の長官誌で、交渉部数5万8000部、2009年、諏訪地方を対象とした、諏訪版、隣接する山梨県北杜市の一部を含む及び、 伊稲地方を対象とした稲番の2班を発行し、両番で面立てが異なる。全国ニュースについては、時事通信社の配信を受けているほか、読売新聞社の地域式時写真配信サービスにも加盟している。稲市、長野市、東京都中央区に、支社、茅野市、岡谷市に総支局及び総局、富士見町、駒金市、辰野町、松本市に支局を置き、 関連企業として株式会社長野 PR、広告代理業、株式会社日報ツーリスト、旅行業、日報販売有限会社、新聞販売業の各社を持つ、スワ湖コマラソン、長野文学賞、2008年終了、新州書道展などの地域事業を主催している。県市の品の毎日新聞社やタブロイド版地域市の岡谷市民新聞社と競合する中、 地域第一主義を掲げており、地域面は市町村物に面を分割して、行政や年中行事など市町村の地域の話題をあまた掲載している。出資比率が全体の10%を超える大株主はおらず、市面で特定の政治的な主義主張を展開するケースは見られない。奥闇欄では本人の顔写真に加え、遺族の希望に応じて、 配偶者や子供の来歴などを細かく紹介している。1901年、明治34年6月15日、月刊紙、諏訪新報として、長野県諏訪郡上諏訪町、現、諏訪市で創刊した。翌1902年、競合紙の品野新聞を合併して、南新評論と海外し、後循環から週刊発行に変更。1904年、 周文館印刷所、上諏訪町各馬に本社を置いた後、道庁末広町に本社屋を新築し移転。週刊から月6回発行とした。1905年、南新日日新聞、南新日日新聞に解体。1908年2月には、日本初のスケート競技大会となった諏訪湖一周スケート大会を開催した。満州事変後行われた。 新聞統制によって、南新日日新聞は1939年、諏訪地方の南新毎日新聞、品野民有新聞、高原日日新聞、水見流日報の各紙と合併した後、第一次統合、新用新聞及び岡山有新聞の両紙とも合併、第二次統合し、南新毎日新聞に解題した。しかし、 新聞事業令に基づく1942年4月30日の第三次統合で品の毎日新聞に統合され廃刊した。南新毎日新聞は終戦直後の1945年10月5日、南新日日新聞として週刊で復刊した。同年12月4日には確実化に移行し、翌1946年1月1日から日刊発行。 有観を開始した。同年7月30日に、株式会社南新日日新聞社に転換し、東京、長野、松本、飯田、伊基礎福島に支社局を設置した。1967年5月5日、諏訪市高島3丁目に建設した新本社に移転し、同時に森林天気を導入した。1983年には、現在の本社ビルが完成。 同年3月24日に、上稲地方の稲市、駒金市を対象とする、稲日報、駒金日報を創刊したのを皮切りに、1985年にかけて、それまでエリア外だった中南新地方の各地に、塩尻日報、宮田日報、辰野日報、飯島中川日報、木曽日報と、日報第号の地域市を相次いで創刊した。 1985年に浜田印刷機改正のニュークラウナオフセット輪天気と新発送ラインを導入。1987年9月1日に夕刊から長官に移行した。1992年1月1日、南新日日新聞と日報グループ発紙を統合して第五及び社名を長野日報に改称し、諏訪版、稲版、 塩尻版、基礎版の発行を始めた。1993年12月にはコンピューターを利用した新聞編集システム、カリンが稼働。2000年10月、新聞社として世界初となる ISO14001 の認証を取得し、2001年に新しい新聞編集システムを導入した。2005年、発行部数の低迷を理由に、塩尻版及び、 基礎版の発行を休止し、塩尻支社及び基礎支局を閉鎖した。基礎版については、塩尻版で競合関係にあった市民タイムス、松本市が発行をこと上引き継いだ。2009年3月、本社隣接地に印刷センターが完成し、西剣グラフィックス製の西六65型オフセット臨転機と新編集システムの使用を開始した。2010年からは、 読売新聞社との間で、イベント記事や奥み記事などを交換する、編集協力を行っている。南新日日新聞社が、長野日報に開題する直前の1991年、競合紙である、品の毎日新聞。品の毎日新聞株式会社は、新聞、雑誌の商標として、長野日報、1991年10月8日、出願。 小願い平さんから12万1426、及び、南新日日新聞、1991年11月22日、出願、小願い平さんから10万5135を共に、出願した。長野日報は1994年4月28日に、第265万4496号、 南新日日新聞は1994年2月28日に第262万4020号、品の毎日新聞の商標として登録された。しかし、登録広報の発行後も、長野日報社側の登録意義申し立ては、現在に至るまでなぜか行われておらず、長野日報社は、競合他社が権利を抑えている商標で新聞を発行するという異例の状態が続いている。 一方、松本市に本社を置く、市民タイムスについても品の毎日新聞は1995年、系列の株式会写真毎販売センターによって、印刷物、写真の商標として、登録を出願し、1997年8月29日に、新毎販売センターの商標として、登録、第405万1283号された。しかし市民タイムス側は、 同年11月の登録広報発行直後、即座に登録意義申し立て、平成10年意義第9万89号を、訴えを取り、特許庁は1999年1月11日、新米販売センター側の市民タイムス商標のうち、印刷物の登録について取り消す決定を下している。品の毎日新聞は、長野日報。 南新日日新聞の両商標について2013年に2回目の登録更新を行い、引き続き商標権を保有している一方、長野日報社は長野県飯田市の地域市、新州日報を休館、13年11月30日、直後の同年12月13日、新聞、雑誌の商標として新州日報を出願し、2014年9月16日に登録、 第570万3号されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。